金も与えちゃったのかな。はぁ、あ、またもやギリギリどうにか昨日の続き頑張ろうかなと。はぁ、あ、ついついなんかあの VTuber のやつだとかライブのやつ見てしまって、やんなきゃな、絵描かなきゃな、昨日の続きなーなんて思ってたのが、ずる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 ずっと見てしまって、思い切って、やろうって。このままじゃあかんと。あぶねー。ちょい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 。本当三脚なんとかならんもんいないのか。はあ、思ったように濡れないもどかしさ。どう映ってんのかな。大丈夫かな。釣り具合肩もちょっと気を使わないといけないっていうのは、100均で買うような安いやつだから嫌になっちゃうな。なんか気がつくと毛が抜けてるんだよな。この水色をちょっと混ぜる。紫っぽいよな、青紫っぽいよな。絵はやっぱ
しいって感じないとやっぱ嘘だよなって思っちゃう。そこのところはちょっと申し訳ないけど、見てくれている人よりは自分を優先してしまう。感じながら書くもんじゃないの。で、反対側の方ちょっとちゃんと映るかな。流れてる BGM は2回目の時のやつはソニック2のやつだったけど、1回目で同様に戻ってまたチェルノブですね。
10分経ったのか。なんか本当はなんか、こう1時間とか、言って出すかっていうのも、思うんだけど、やっぱ長すぎるよね。いろいろ人のやり方あるし、その方がいいっていう場合もあるんだけど、なんか、あーやべえ、塗ってるところちゃんと見えてない。うちの場合だと、そんな視聴者がいるわけでもないし、全然見られてないなぁなんてしょっちゅうやっぱ思うからね。どうしたらいいのかなみたいなのが時々やっぱ思うよね。それもこれもこうチャレンジしたからそういうことを考えるようにもなったからな。以前だったら自分が動画配信だなって言って動画を配信するなんて考えられなかった。しなきゃいけないしさ、潰すには最高だし、みんなやっぱ何かしら思い出あると思うんだよね。その好きな漫画だとか、子供の頃よくこれ読んでたって、で絶対真似たはずなんですよ。転ばぬ先の杖なのかみたいに、すごい役に立つかもわかんないね。もしかしたら誰かのところで発信スタントで即戦力なんてあるかもわかんないし、どっかのサークルみたいなの入って自分が書いたものをまさかお客さんが手に取って読んでくれるかなんてっていう、そういう可能性だってあるからね。夢は広がりよ、ほんと。でかければでかいほど、いい。あ、オレンジいいな。ちょっとオレンジ混ぜたんだけど、これだとなんかよくわかんないよね。ああ、紅梅とオレンジいいね。オーバイトイメージはありです。
ずつ色がつくのがいいよね。調整が効くっていうか、もちろん思わぬこともあるけれど、そのハプニング性もいいよね。実際今オレンジとこの勾配の絵の具を混ぜたらなんか、ああもうまたぶつかるし、黄色かなと思ってたんだけど、時間ブルー、もう16分かよ、早えな本当に。これで終わりだな。でも一応目標だったのはできたからよかったかもしれない。よし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 、今日もこれぐらいでいいで。ちょっとよし、よいしょっと、なんかだいぶまだ濡れてるけど、それっぽくなってきたかな。やっぱ立体的になってくるとなんかすごい生きてる感じがするよね。これがなんかやっぱ色塗りの面白いなと思うところだよね。やっぱり肉眼で見ると全然印象が今日はこれぐらいで、これでボリューム3。また明日もできれば動画アップしたいと思うので、よかったら絵に興味がある方だとか、キャラクター可愛らしいなと思った方はグッドボタンとかチャンネル登録してくれたりとかすると嬉しいです。じゃあご視聴してくださいましてありがとうございました。ではまた。